葛飾神社、笹久環状葛飾大明神と刻まれる石碑を収めた誇ら葛飾神社は、千葉県船橋市にある神社、ニニギノ村、ヒコホホデミ村、熊野大臣を祭神とする。葛飾とつく地名は多いが、葛飾とは、クズが茂り、それに飾られた豊かで美しい土地を意味する。和名類受賞には、葛飾郡栗原里が記され、熊野大臣を祀る。 熊野神社が、勝又の池そばの西側の丘にあった。一方、葛飾神社元宮の祠が、元の位置の金傍とされる、船橋市立葛飾中学校北側の児童公園に、並んであり、元宮のみたらしの井戸と呼ばれた、くずらのも近くにある。文化年間に再建された鳥居の、学束には、一軍僧者葛飾宮に行った松江、徳順誠�書と刻まれ、 この元宮は、葛飾軍の僧者と崇められたようで、現在の道神社はこれを引き継いだものである。大正五年、元宮を熊野神社へ行使して、原社名、葛飾神社と改称、その時に尊社に列した。階段上の境内は二十四坪と広くはないが、周りに、船橋名木十線の黒松が数本ある。国道十四号に面し、成田街道と呼ばれた時代から、 成田山新勝寺への参拝や桜街道へと往来する人から、白尾の松の一つとして親しまれている。最寄り駅は、東日本旅客鉄道、東京地下鉄、東洋高速鉄道の西船橋駅、または、京成電鉄の京成西線駅、小栗原の遠隔。船橋市。2009年4月13日閲覧。栗原号は今は、 船橋市立小栗現象学校として地名を残している。葛飾神社の黒松。船橋市緑の基金。2009年4月12日閲覧。ありがとうございます。